割かどうかの確かめ方は飯田さん流で言うと何かありますか？聞いて並べ替えてもらえばだったらもうタイプじゃないんだなってことでなるほどだったらいけるんだなってのと、あとあの嘘の家もやるといいですよ。え、そうなのと思うと、人間って深層心理で俺が好きなのと思うと意識しちゃうんですね。意識してくるから、あ、本当もう騙しのテクニックみたいなもんです。現在公認会計士の勉強中の32歳 OL です。勉強に集中しようと思っていた矢先、年下男性にアタックされています。人生で一番素敵な方だと思います。飯田さんの本に今年は勉強と書いてあったので、会計士に合格するまでは恋愛スキップするべきなんでしょうかというお悩みです。はい、ではでは、ラムランさん、どうもこんばんは。こんばんは。どうも、ゲッターズ飯田です。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はい、もう声からハートが出てますもん、ね、私モテてますみたいな声ですよめっちゃ嬉しいです、ね、人生で一番素敵な方なんですね。はい、はい、あ、そうですね。出会いは何だったんですか？あ、出会いはアプリなんですけど、なんかあの 年下で5歳離れてるんですけど、うん、なんかあのもうデートとかも全部おごってくれて、うん、なんか出す出すって言ったら、なんかいや俺が出すからみたいな感じで、あ、話してもいいですか？もちろんもちろん。話してますから、ね、大丈夫です、はい、あのなんかお家って何もないんですけど、何もなかったんですけど、お家に行って料理とかごちそうしてくださった、作ってくれてとか、もうすごいあのいい方ですと思ってるんですけど、でも若いので結婚まだかなと思うので、もし違う方が出会いそうなら教えてほしいです、こんな素敵な方なんですけど次のもう次の準備ちょうどしてるんですそうです。今その方とは何回ぐらい、どのぐらいの時間を過ごしてらっしゃるんですか？5回デートしたんですけど、うん、なんか付き合うっていうのがまだなくて、なんか楽しいんですけど、なんかその付き合うとかじゃないんだって、今勉強もしないといけないので、はあ、もうあのどうしたらいいかなって人生に迷ってます。ラムさんが意外と理性的というか、ちゃんと、あ、そうかもしれないですね、付き合ったからって試験は、ね、勉強できないわけじゃないからいいんじゃないですか？いやでも公認会計士ってなんかもう毎日4時間から6時間か10時間ぐらいは勉強しないといけないっていうふうに周りは言われてて、だったらもう勉強してすべきかと思ってます。はい、すいません、喋りすぎましたよくわかりました、ありがとうございます。おしゃべりの星持ってるからそのまま喋るなんてあ、そうなんですね、持ってるんです。彼自体が上品と、計算ちょっと変わったとこありますけど、芸術系と感性があるので、はい、で年上と付き合う星が彼が持ってます。でラムラムさんが年下と付き合う星持ってます。この二人、ただ、裏向きに入ってるので、意外に、はい、多分今まで年下と付き合うことあんまないですか？ないです。あ、じゃあ意外な男性と付き合うことは出てるので、はい、付き合うのいいと思います。あ、そうなんですね。はい。もしこの人がダメでも他に出会えますか？次の出会いが2024年と5年かな。4年なんだ。なるほど。でもラムラムさんでも、あ、この方と一気に結婚するかもしれないですよ。はい、ですか、はい、勢いって出てるんで。あ、そうなんですね。でも私連絡がすごいしてしまうタイプなので、ちょっと貯められないか心配です。彼が、ね、束縛が嫌いなので、ある程度距離感取ってくれる方がいいので、ただ公認会計士の勉強してくれてる方が良かったりとか。あ、そうかもしれないです。はい、わかりました。あ、じゃあそれで言うと今ベストなんですかね。うん、今ちょうどいいぐらいで、早かったらすぐ、この人と早かったらすぐ妊娠しちゃいますよ。12月か2月4月に妊娠するって出てるんで早いですね。でもなんか今ちょっと、あ、一個聞いてもいいですか？はい、すいません。なんかあの私今役者に勤めてるんですけど、はい、なんかあのもう役者ずっと会ってないなと思ってて、この喋るやつがなんか役所ってなんかやっぱいつもイメージと違うねって言われるんですけど、はい、なんか公認会計士の方が向いてるかなと思うんですけど、あ、本当ですか？公認会計士もあんま向いてないですよ。もともと根が適当なのと雑なので、そんな計算とか事務作業好きじゃないと思うので、2年前からただ関空に飽きたから他のことやりたいってだけで多分目指してますもんね。簿記の資格は取ってるんですか？あ、なんですか？簿記は全然余裕でした。1級も取ってるんですか？2級ぐらいは多分取れるかなって今勉強してて思います。え、2級模擬試験は受かってます。2級取れるかなって。まだ取ってないんですか？まだ取ってないです。1級取ってない。結構まだかかりますね。
公認会計士目指そうってなったんですか？あ、なんかあの税金関係のあのに興味持ったので今もやってるのでそこがいいかなって、うん、適当に。そうそう適当に。でも経営者とかサービス業ってめちゃくちゃ大成功しますよ。あ、私ですか？まあまあ、でも、事務的なものを勉強したこと役に立ちますのでいいと思いますので、まずはでもこの恋を楽しんでおくことと、はい、人生で一番素敵な方なんですけど、うん、そんなこと言うことなかなかないんですから。次の方も気になるというか、ミラブさん、なんかもうあんまり僕言ったことがその結婚っていうことをしたことがないので、うん、あのもう保険はかけといた方がいいかなとこのお相手で何か気になるところはないですか？ああ、でも私がちょっと最近連絡をしすぎてちょっと惹かれてるかなっていう気が若干してます。まあそうですね。大人の恋愛になるとあんまりべったりすると引くというか、いやそんな暇じゃないしなっちゃうんで、はい、そうですよね。そうです、程よくねやってみてください。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、はい、楽しかったです。こちらこそ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、幸せな声を聞くのっていいです ね、うん、ですね。なんかもうこぼれてましたよね、うん、これこの人相当楽しいんだなみたいな。このお相手に来てほしいんですけど、ね、どうなんでしょう。こんないいんだったらですね。では次も一応ね、はい、行きましょう。はい、感想はいいんですではこの方いかがでしょう。まるもっこりさんです。10月に高校が一緒だった人とランチしました。高校では一言も話さなかったんですって。その人はマスクをしていても外していても輝くほどのイケメンです。すっかり虜になり今月また遊びに行けそうです。できれば今後も会いたい人です。どうなっていくでしょうかという。みんなマスクしても外してもイケメンっているの？だいたいマスクしてて外してああみたいな人ばっかりですもんね。勝手に想像しますから ね、こっちはね。これ本当に今日本人がマスク外しづらいのはそこですよね。なんかもう想像してたのにちょっと違うのよっていう期待を裏切るの嫌だからっていう気遣いですよ、うん、日本人の、ね、うん、そんなことないですよ何がそんなことないです。東島さん何がみんな自信持ってくださ い、 いや要はがっかりさしたなって思うんだったら俺もさせる、僕もさ、私もさせることがあるんじゃないかって、うん、みんな思ってるじゃないですか。あれそうでもないなって思っちゃったってことは、いやちょっとその逆もあるなってことはそうでもないと思われるんだと思ったら、だから怖くてマスク外せないですよね。そうですね、もうシチュエーションが難しいですね願わくばスッと取りたいとこですよ ね、最初から ね、はい、ではでは占いました。相性自体はすごくいい相手なので問題ないんですが、彼がめちゃくちゃ真面目ですね。意外ときっちりしてると、で法タイプで超頑固なので、例えば、まるもっこりさんともどうするかを決めてると思います。うん、聞いてみた方がいいです。どうって。答えがあると。はい。付き合ったりするイメージとか湧くって聞いたら、なかったらないって言います。ああ、でもあるかなって言ったら、ってことは付き合ってくれるんで、半分冗談でもいいので聞いてみるといいです。フォータイプって決まってるので、初見で決まってるんだったら、最初の印象どうって聞けば大体答えが出るので、うん、それまず聞いたらもうそれで、で相性自体はいいので、うん、いけるって言うんだったらもう思いっきり飛び込んでください。ズバッと聞けたらいいですけど、うん、脈ありかどうかの確かめ方は飯田さん流で言うと何かありますか？似てる芸能人誰って聞いて、好きな芸能人聞いて、じゃあ私がその似てる芸能人として、何々さんで何番目ぐらいって並べ替えてもらえば、自分が3番目だったらもうタイプじゃないんだなってことでなるほど、一番目だったらいけるんだなって思って。ランキングをつけてもらう。ランキングつけてもらうといいです。あと、あといいですよ。嘘の心理ゲームやるといいですよ。うん、何でもいいので。じゃあ、今から思い浮かぶ、うん、何でもいいですよ。リンゴを3つ食べる順番選んでくださいみたいな。はい、そこに、私がいたとしますみたいな。はい、何番目に食べましたかって言ったら、はい、2番目。ああ、2番目ってね、本質的好きな人なんだよねって言って、そうなのと思うと、人間って、深層心理で俺が好きなのと思うと、意識しちゃうんですね。意識してくるから、ああ。ほんともう騙しのテクニックみたいなもんですけども。じゃあオリジナルの作ってみてください、ぜひ。心理ゲームが一番いいんですけど。ええ。やってみてください。今夜もたくさんのメッセージ、ありがとうございました。